ブラブラカサブランカの巻。手を組むのはいいけど、具体的に何をするわけ？それに関してはノープランだ。何も考えてないのね。これから考えるから大丈夫。そんな感じしないけど。そもそも我々新キャラだって丸いモディさんで急遽イベントやるって言うから、それに合わせて慌てて作っただけだしな。いや、そんなメタをいきなり投げつけられても。今後何をするかわからない奴らっていうのは、それだけで存在価値があるとは思わないか？迷走してるだけじゃないの？大体あんたとあの黄色いのはどんな関係なのよ。お、よくぞ聞いてくれた。遠い昔、俺様とテガのやつはもともと一つの生命体だった。そして修行の末、善と悪の心に分かれたのが我々というわけだ。どこかで聞いた話ね。え、じゃあ黄色いのは神様なの？え、別に違うけど。設定適当すぎだろ。だったらなんで争ってるのよ。そんな昔のことは忘れちまったぜ。仮に勝ったとして、その後どうするの？そんな先のことはわからない。本当に何もかも決まってないのね。そんなことはない。決まってるものもある。開始当初シュールギャグ路線で始めたもののキャラクターの深掘りもないから固定ファンもつきづらく、話に広がりも持てないから、ライバルキャラを出すことで払拭していこうという狙いが。だからメタネタやめろ。とりあえず世界征服からやってみるか。とりあえずでできるレベルじゃないでしょ。じゃあ柏だな。トリマ、柏を牛耳る。急に狭まったわね。で次に千葉を牛耳って、タイトルを超普通県千葉伝説にする。普通に怒られるでしょ。でも牛耳るって豚汁の牛肉バージョンっぽいな。次回までにもう少し設定が固まるといいわね。